今年も残すところ1週間です。国東市の小学校では新年に向けて門松作りが行われました。国東市の安芸小学校では子どもたちに元気よく新年を迎えてもらおうと、毎年保護者で作るパパ友の会が門松を作っています。昨日は近くの竹林から伐採した竹を使ってメンバーが手際よく作業を進めていきました。最後に児童たちが思い思いに描いた絵を板に貼り付けてオリジナルの門松の完成です。やっぱりみんな健康で元気よく毎日学校に来てもらえるように、1年の初め入り口でこの門松を見てもらえたらいいかなと思います。門松は来年1月上旬頃まで学校に飾られる予定です。